どうも、ジャクミロボです。今回も早速戦闘です。おお、アルダー、やる気だな。いいだろう。奴はお前の獲物だ。第8ステージ、市街地攻略スタートです。このステージから、敵軍にも補給車が出てきます。補給車はパーツを修理できるので、何度でも破壊できます。つまりこのステージで、簡単に火力を最大値までアップできます。なので、主要なメンバーは、ここで火力をアップさせます。その他のメンバーは、ついでで上げた方が楽なので、ついでゲット移行にします。このステージは、メンバーを二手に分けました。遠距離部隊とアルダーは上。その他のメンバーは下です。チクチクやる必要もなくなったので、なるべくさっさと片付けます。なるべくです。絶対ではありません。しかし、苦戦したいからショップ禁止にしたのに。どんどん楽勝になっていくのはなぜだ？仮に今から初期装備を購入しても、間違いなく楽勝だろう。まあ、それはそれで百科すればいいか。敵の攻撃対象選択パターンも、そこそこ分かってきました。最優先はダメージを受けたユニット、もしくは弱いやつ。次に出席番号の若い順。だから出席番号が最下位の補給車は、実はあまり狙われないのだ。つまり誰か護衛をつければ、先行しても大丈夫だったのだ。知らなかった、わら。サンアウルミサイルランチャー、ゲットしました。イーグレットと同じ重さで3回攻撃。射程距離は、イーグレットより短いものの、弾数は多いので、ありがたい存在です。ビズ8と比較すると、ダメージや射程で劣りますが、撃てる回数と8は勝っています。アーム、ゲットだぜ。
ても、いくらパーツをゲットしても、ボディがないと無意味。ということが分かってきた。エンジン出力が上がるのは、ボディとバックパックだけ。バックパックは入手できないので、出力は完全にボディ依存になるから。武器もパーツも、あまり重いものは持てない。今はまだなんとかなってるけど、終盤で入手できるものなんて、あまり装備できないかもしれないな。解禁しただけあって、敵の処理速度が速いな。次のステージでは、最高火力になっているだろうから、もっとすごいだろうな。非常に楽しみですな。どうでもいい話だが、ガウチョパンツというものがあるらしい。文字だけ見て、私はこれかと思った。マニラは知ったらあやしねえ。ちょっとナタリーで、蜂の巣にできるか試してみよう。素晴らしい、わら。よーし、もうすぐ獲物だ。ちょっと邪魔だから、そこをどきなさい。おう？こら補給車、男の勝負を邪魔すんじゃねえ。
空気読んでくれよ。邪魔なんだよ。ついでにお前も邪魔だ。ジェノサイードしてやる。補給者よ。お前はあれか。ボクシングの試合で子供が殴り合う姿なんて見たくないと止めに来た母親か。母の歪んだ愛など男にとっては足かせ以外の何者でもないぞ。やばい母ちゃんなど不要なのだ。そんな奴に限って結婚を失敗したと思っている。君もそこをどいてくれるかな？今補給者に説教してるんだ。じゃあな、母さん。俺はあいつとケリをつける。バカな。攻撃が通じないだと。くそ。お前のせいだババア。これは勝てないぞ。逃げるか？いや、ダメだ。最後まで男らしく戦うべきだ。ですよねー。唐辛子の辛さと親の言うことは、後から聞いてくるよねー。とりあえずデカブツを片付けるね。アルダーのパーツも考え直した方がいいのかな。どうしよう、しばらく様子を見るか。じゃあ、ご苦労さん。あんたは強かった。どれ、レベリングでもするか。うだうだやってて3日もかかったよ。これが単純作業の恐ろしさよ。もう勝たすだけだから5倍速で終わらせよう。
では最後にステータスを。パート14へ続く。